レスがまあ解消されても、うん、また思い出してしまった時に、うん、それか自分でほじくり出しちゃう。そう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 。その時はね、いかに自分がバカだったかとか、いかにダメだったかということを思い出すわけじゃん。そうするとその時はね、自分やっつけるんだよ。バカ野郎この野郎とか、何やってんだよおめえはとか言って、自分が自分に言うとね、3回言うと大体ね、解消しちゃう。まあそうだよな、そうしゃねえなとか、まあいいや。ここまで立つと自分でカウンセリングしてるわけ、うん、で自分でカウンセリングするんですよ。そうするとね、楽になる、うん、なおの長生きするわけですよ。自分でカウンセリング、もういっぱいあるぐらい傷だらけだから、こんだけ生きると。それは自分で自分のことを責めた時ですよね。自分でね、この野郎バカだな、お前は本当にしょうがないやつだなとか言って、いつまでたっても何年やってんだよこのバカ野郎とか言ってね、3回言うとね、大体3回目はそうだよな、まあ嫌な、自分でまた答え出す、楽になる、本当に楽になる。自分でイライラしたままになると、もうこんなに大変になってくるから、どっかで思い出したやつを解消して捨てなきゃいけない。わざとほじくってくるんだよ。この溜まってるやつなんかあるから、緊張として、うん、どっか残ってね、意識として、うん、記憶に、うん、記憶がどんどん出てくるじゃん。で出なくていいのに。でそういう時はまあ出てきたやつをもうどっかで丸めて捨てなきゃいけない、うん、捨て方として美的にこう作り直してね、こうだからいいじゃないんじゃなくて、もうどうしようもねやつやとか言ってやってしまうとね、まあしょうがない、うん、まあそんなもんだな、まあ俺はそういうことだ、いいやとか言って、もう捨てれるんだ、うん。だいたい3回バカ野郎と言うとだいたい収まるよ。だその緊張だから溜めないようにすることが大事。もう溜めないとそこでスッと、うん、もう一時そういうのことを思い出さないから、うん、もう不思議だけど、うん、また1ヶ月するとまた出てくるけどね、うん、でまたその時はしょねな本当にとか言って、でまた 4,5 回するとあまあいいやそんなもんだよとか、うん、どうせそんなもんだよとか言って、それをあの 口から言葉に出していうことが大事ってことですか。それ心の中で思ってるだけじゃダメ。やっぱり行動化するっていうの、言語化するとか、思ってるだけじゃどんどん増えてくるよ。言葉を出していいよ。トイレとか行った時にね、うん、もうなんバカ野郎が本当にしょうがないと、うん、また思い出しやがってと、本当にもうしょうがない、まあいいかってそうなるんだよ。それがそれまあいいかも自分で言語化した方がいいってことですか。まあいいかも大体出てくる、自然と出てくる、いつまで取っておかない。でもね、その時は消えるけどまた出てくるんだから、うん、だって強烈にほら記憶の中に入っているわけだから、うん、何かの拍子に出てくるんですよ。結構かっこいい、なんかいい気分だった時ひょいって出てくるからね、困っちゃう。その時はまあ解消の仕方と自分で覚えてくる。そうすると楽になる、うん、人がやってくれるわけじゃない、自分でカウンセリングする。だからやっぱり激しい言葉を出したりとか、自分の時は徹底して自分をやっつける、うん、そうすると不思議なことのこと、もうまあそんなもんだよとか、それ以上いかない。じゃあ声を出すっていうのはなんか大事なんですね。そう、声で一人芝居やる、誰も見てね、自分の中でやってる、あのマイナスエネルギーが出てくるわけじゃない、悪い記憶っていうのは。それをもうほっとくとね、あちこちがもう大変になるから、うん、なんでこの野郎バカ野郎とか言って、自分自身じゃなくて、まあ人から何か例えば嫌なことを言われる、それをまあ性格として受け止めてしまって、自分が悪いのかもってて何も言い返せない自分がいるじゃないですか、性格的に。で家に持ち帰って落ち込むでしょ、汚い言葉を出す。ああそうそうそう、あ自分に対してじゃなくて相手に対して、うん、相手に対して、そうそう、相手が、でも相手にはもちろん何も言わない、誰にも言わない、自分だけで罵る、何を偉そうなこと言ってんの、マンタなんかもう何もないバカ野郎と言って、それもありですか。それもありよ、ね、うん、だからね、自分を悪いと思う人は自分をやっつける、うん、でも人が悪いと思ってる人は要するに外向きの人だから、うん、それで相手をやっつける、うん、直接やっつけたらまたこうなるから、それはもう利口だからそういうことしない。そうですか、私そんなダメですねと言ってら、あのバカ野郎この野郎、いかにしろこの死んじまえやこの野郎、お前なんかいるから日本がおかしいんだよとか言ってああ楽になってた、それでいいんです、うん、そういう意味では独り言で絶対大丈夫、うん、言わなきゃダメ。自己攻撃型と他者攻撃型とあって、他者攻撃型の方が楽でいいわね、うん、何度言っても構わないんだよ、うん、何回でも同じ人同じようにやっつければいい、うん、言語化して行動化する。相手はだ響かない、自分一人の芝居だから。それでもだね、緊張も解消されていくってこと、うん、なんでかこんなとこにあのバカ野郎がいるんだよどっか飛んでいけバカ野郎とか言ってもう、あ、そうだよな、
あんま悪口言わなくてよかったなって言って、例えばその言うことを、うん、まあ、信頼してる人に対して愚痴みたいな感じで言ったらダメだよ。それはダメなんですか。そう、人に言った人はまたいろんな解釈して、うん、戻り戻ってその人に伝わっていくから、うん、それでみんな失敗するの、うん、人に言っちゃダメ、うん、全く知らない人でもダメと。知らない人ダメだ。例えばカウンセラーとかにもそういう愚痴言っちゃダメ。カウンセラーなら大丈夫。大丈夫、うん、カウンセラー他言したいけど、うん、もしかしてバレたらあのカウンセラーダメだよってこと、うん、あのバカのカウンセラーがいるから私一夢に遭っちゃったよってこと、カウンセラー殺してやりたいっていう人いるから、うん、精神科の医者がよくそれでやられる。あ、もう絶対口が固い人にそういう愚痴を言っちゃってもダメと。人に言ったらね、やっぱりその、うん、言ったということはどっかね自分の中にまた戻ってくるんです。やっぱり緊張になってくる、うん、あの人だから喋んじゃないかなと、うん、言ってしまったっていうね。そうそうそう、うん、だから自分の中に溜まっているものをただヘドみたいに吐き出すだけだから、うん、出してるとすごく軽くなる、うん、やってごらんなさい。じゃあそれをただ人に言ってしまうと吐き出すだけじゃなくなっちゃう、うん、人にかけちゃうから、うん、かけられた人がまた困っちゃう、うん、あの人こんな言ってから大丈夫かなとか、いろんなプラスマイナスいろんなのがあるじゃない、うん、でカウンセラーはそれ聞き方を訓練されるわけだけど、うん、カウンセラーのところ喋ってもいいってことになってる、うん、でも喋らない人はいるよ。だから何回来てもね、何回この人言ってないんだろうなという人がいる、うん、やっぱり後で聞くと大事なこと喋ってない。カウンセラーにまで気を使ってる、うん、カウンセラーっていうのは自分の言ったことを返してくれる人だから、うん、こういうことなんでこれで悩んでるんですねみたいなことを返してくれる人だから、感情ってすごく大事だから、うん、感情の解消するためにやっぱり言わなきゃダメなんだ、うん、で人に言うとやばいから、うん、知らないとこで一人で空に向かって叫ぶって、昔海に向かって叫ぶってよくあったの、うん、海まで一回その辺の砂浜に人がいたりするから、今はねもうちゃんと確かめた上で喋る、怒鳴る。だからカウンセラーはそれを慣れないといけない、それ仕事として。でも夫婦とか親子だとそれお互いに言い合うことはあるよ、それはすごく構わない。でもそれでもバレることがあったらその人信用できなくなるわけじゃない。普通は言わないで、酒飲んだよしにうちの家内はねとか言ってこうねって言う人がいるから、うちのパパはねとか言って、だから誰もいないとか言うのが一番いい、誰も聞いてない、まあ、余計な心配しなくていいってことですね。そうそうそう、相手にね言うと相手がやっぱり心配してくれる、それがあるから言うんですよ、うん、自分のこと心配してくれるから、聞いてくれるから、やっぱこの人好きだっていうことになるわけで、だからそれも必要なんだから、ある程度ないとね意味がない、うん、でも何年かも言ってるとやっぱり残って、あんなこと言っていいのかなとか、あんなことまで言っちゃったよとかになると、うん、大体は独り言の人として怒鳴ったり叫んだり泣いたりすればいい。女性は泣くのが得意だから、泣くと大体解消するんですよ。なんで私こんな不幸せなんだとか言ってれば、そのうちにまあまあこんなもんだねとか、うん、不思議なことに。